どうしたの？それじゃあね。いいところに来たわね。百走に到達してもうすぐに最終決戦になるわけじゃない？最後の戦いの前に休養の意味も兼ねてみんなでどこかに遊びに行こうって話になってるの。クリアは目前なんだから一刻も早くクリアすべきだって考え方はその通りなんだけど、勝っても負けてもアインクラッドでの生活はこれで最後なわけだし、しようよキリト。それにちゃんと休んでからボスに挑んだ方が絶対にみんなの実力を発揮できると思うんだ。ことですし、どこに行くかを決めましょう。76層以上となると結構限定されちゃう感じよね。どこかの町に行くって言ってもそれだと買い物だけになりそうだし、そうなるとやっぱフィールドかな。でもフィールドとなると今度は安全面で気になるのよね。84層にある温泉がいいと思います。安全地帯にも設定されているようですし、遊びに行った感じにもなれます。湯船でゆったりとしたい。皆さんはどう思いますか？私は異議なし。私はどこでも構わないけど、温泉となると
キリトはどうするの？しないように。
一人にしちゃって。それでみんなと話してやっぱキリト君も一緒にいようってことになったから迎えに来たの。仲間外れにしたままじゃみんな心からは楽しめないよ。あ、ほら向こうでリズが手招きしてる。女の園にようこそ、キリト。ちょっと鼻の下伸びてない？これだけの女子に囲まれて温泉に入れるなんて幸せ者すぎよ。こんなに幸せにしてあげてるんだからちゃんと百層クリアしなさいよね。絶対にできちゃうだろうなって。
絶対できるよ。だってボスアバターに囚われた私も助けてくれたんだから。私もこっちの世界に囚われてからもずっと助けてもらってたし、励ましてもくれた。キリトがいてくれたからこそ頑張ってこれたところがある。それって嘘じゃないから。私も同じです。パパに出会えて私は救われました。ありがとうございます。助けちゃうんだから、やっぱりキリトは本物のヒーローだね。私もキリトさんが助け。助けってキリトさん。シリカちゃん？のぼせてるみたい。早く温泉から出してあげて。とにかく体を冷やしてあげないと。ごめんキリト君、シリカちゃんを解放するからやっぱり向こうに行ってて。
いらっしゃい。頑張ろうね。